キガリはルワンダの首都。人口は約113万人。ドイツ植民地時代の1907年に開かれ、以後ベルギー領時代を通してルワンダの中心都市であった。1962年にルワンダが独立した際に首都に指定される。キガリ市はルワンダ全体がそうであるように、いくつかの丘から構成されていて、中心はキヨブ地区、カチル地区の丘の上部地域となる。 旧都心の清部地区には大統領官邸や多くの商店が集まり、新都心である柿ーる地区には国会議事堂、いくつかの中央省庁や大使館が一致し、その他の地区や丘の下部はおおむね住宅街となっている。木狩山なお、映画、ホテルルワンダのモデルとなったホテルでミルコリンは清部地区に所在する。また、近くでは、 鈴が採掘されており、1980年代に精錬工場が作られた。1994年のルワンダ虐殺が発生した際には、市内で銃撃戦が発生するなど治安が悪化した。2000年代に入ると、ポールカガメ大統領の政策によって好調なルワンダ経済に支えられ、中国企業などによって、ルワンダで最も高いランドマークの木狩りシティタワーを、 はじめとする近代的な建物や道路が建設されて、市内の光景が変わった。木狩りティタワールワンダのほぼ中央に所在し、標高1433メートルから1645メートルと高地に位置する。欠片の気候区分でサバナ気候に区分される。木狩りは植民地時代より政府の分室が置かれていたルワンダの中心都市であった。しかし、 植民地政府の本部はそもそも隣国ブルンジのウジュンブラにあり、中心都市といってもその規模は小さく、独立時点で人口は1万人ほど、商業の中心地も木狩りではなく南部のブタレであった。ルワンダ独立後は首都として急速な発展を遂げ、2012年時点で人口は約113万人となっている。ルワンダ経済の中心地である。近郊でコーヒー園、 畜産、鈴鉱石採掘が行われており、周辺の工業地帯では、繊維、化学、鈴加工が行われている。ICT 産業を推進しており、木狩市と神戸市は ICT パートナーシップ協定を締結している。木狩国際空港は、木狩市中心から約10キロ離れた郊外のカノンベに位置する。木狩にはいくつかの観光地があり、治安がよく清潔な都市である。 ありがとうございます。